イオンモール秋田は秋田新都心開発整備事業の中核商業施設として秋田県秋田市五所屋の小所のニュータウン内に所在する秋田県最大規模のショッピングセンター。イオンモール株式会社が運営している。1990年7月、地域振興整備公団と秋田県、秋田市が協力して進められた秋田新都市開発整備事業の商業エリア。 タウンセンターにイオンコ産が出店を表明。米国最大手ディベロッパー会社 JMB 社にショッピングセンターの店舗コンセプトと基本デザインを依頼。福田組にて建設を行い、1993年9月にジャスコ後ところの店を各店舗としてイオン秋田ショッピングセンターはオープンした。1994年3月、ジャスコと中産にて業務、 資本提携に合意、イオンコーとともに、ビジョーナルショッピングセンターの各店舗となる、郊外型百貨店業態を開発。1997年1月より、百貨店の建設を開始。同時に、専門店街やジャスコ後ところの店の増床大改装を実施。1997年10月に、中山秋田店がオープン。当時としては、 イオングループ最大級の2各1モール型リージョナルショッピングセンターになった。2001年12月には、東方東部工業が運営するイオン秋田、東方シネタウンがオープンした。秋田市周辺のみならず、秋田県全域からの来客があり、山形県庄内地方からも若干ではあるが来客があるため、週末には非常に混雑している。日曜日には、 約3200台収容の駐車場が昼頃には満車になることがあった。イオンではさらなる集客増を図るためシネマコンプレックスの誘致を計画した。先にイオン、下田ショッピングセンターに出展していた東方東部工業が出展を表明。イオンがシネマ棟を建設し2001年12月に秋田県における初めての本格的なシネマコンプレックスとして イオン秋田、東方シネタウンがオープンした。1996年に秋田市南通り亀の町のプレータウンビル4階にあった秋田東方が閉館した後、秋田フォーラス内にあるシネマパレが東方作品の風切り館であったが、当館の開業により東方作品の風切り館も移行し、シネマパレはミニシアター館となった。 2008年6月に大規模な改装工事を行い、東方シネマズ秋田に改称し、リニューアルオープン。これにより全席指定席となり、東方シネマズが行っていた、シネマイレージやインターネットチケット販売、ビット、ママズクラブシアターも導入された。2009年12月には、デジタルシネマ機器を導入。12月5日公開の、カール、G、さんの空飛ぶ家から、 3D 映画も公開されるようになった。2020年10月16日公開の劇場版鬼滅の刃無限列車編では当日16日は当館始まって以来のゴスクリーン29回上映で対応した。閉店前の中山秋田天然在の4モール秋田ウエストモール1994年3月ジャスコと中山は業務資本提携に合意。両者にて リージョナルショッピングセンターの各店舗となる新たな百貨店業態を開発していくことになった。定型1号店としてイオンコ産が開発していたイオン、下田ショッピングセンターが計画され、両社のプロジェクトが進行した。しかし、定型1号店は下田 SC から秋田に変更。百九十七年十月にイオン秋田ショッピングセンターの二つ目の各店舗として、 中山秋田店はオープンした。中山は1971年、秋田市中通り2丁目の土地を買収。百貨店を建設する予定であったが、1972年に出店を断念している。出店断念から25年にして、ようやく秋田市進出が実現した。中山秋田店は郊外型百貨店の実験店舗的役割があったが、 地元商工会からのクレームで当初より食品売り場を設けなかったことや北県での知名度不足などで集客が思うように伸びなかった。中産は当初40億から50億円の売り上げを見込んでいたが初年度は20億円を下回ってしまった。成功すれば下大津市への提携2号店の出店を計画していたがこの店舗で苦戦を強いられ事実上断念に追い込まれている。 その後、初売りの豪華福袋や、アジナ、北海道店、横浜中華街店、全国味百選の定期的開催、ユニクロなどの有力テナント誘致、外商部の営業力強化などによって、集客や知名度も上がり2004年8月期には49億9200万円の売上を計上したが、消費低迷などにより売上は減少し一度も赤字を脱却することなく、 2008年10月20日に閉店した。2008年10月25日から2009年1月12日までユニクロなど1階2階のテナントの一部は専門店街ウエストモールとして営業継続された。その後改装工事が行われ既存の専門店の一部と旧中山秋田店をウエストモールとして2009年4月24日にリニューアルオープンした。 中山秋田店で開催されていた横浜中華街店、味ナ北海道店、全国味百選は担当者が中山を退職し、秋田丸ごと市場に転職したため、2009年より秋田丸ごと市場にて横浜中華街祭り、大北海道祭り、全国うまいもの祭りと名称を変更し、引き続き開催されていた。その後担当者は方向性の違いから、 秋田丸ごと市場を退職。秋田丸ごと市場での各物産店の開催は行われていない。秋田テレビアンテナショップ、アクト情報局中さんが、秋田拠点センターあるベから2005年9月16日に中山秋田県1階に移転した。しかし、中山秋田県の閉店に伴い、アンテナショップは、アクトハウジングセンター内に2008年10月27日に、 移転している。出店テナント前店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、営業時間、サービス案内を参照。イオンモール秋田停留所。国際教養大学へのアクセスバス等がここから発着する。乗り場、時刻表は公式サイト、アクセスガイドを参照。 秋田中央交通運行交通、秋田中央交通の共同運行州北バス、秋田中央交通の共同運行秋田市、マイタウンバス南部線。ありがとうございます。